今回もやっていきたいと思います。ってことで、はい、今のお願いはこんな感じです。腐ったキノコ大量発生。え、大量発生。一つでも避けるのが大変な腐ったキノコを大量に置きました。これがスーパーキノコだったら取り放題なのに。どなたかこの腐ったキノコから逃げ切れるか見せてほしいです、オーナーシェフ。腐ったキノコ本当に一個だけでもめっちゃ嫌やったんやけど、私大量発生とか最悪やん。どうなんそれ、オーナーシェフ。ちょ、レストランちゃんと管理して、ちょっとそこに待機するのやめていただいてよろしいですかね。ちょっとコインはもう諦めるとして、そっちに行くの？ちょ、待って、キノコそっち行くの？ちょ、こっち来て。腐ったキノコ大量発生。最悪やん、もう。ちょ、待ってね。そっちやん。どういうこと？キノコが来よったけんってことかな？腐ったキノコ大量発生。ちょい、待って。そこの。よし。こっちまではこれんっぽい。なんでかは知らんけど。うわっとー、なに？あ、そっか。そっか、そういうことか。じゃあ、って。気持ち悪い。ちょ、待って、怖い。無理。キノコマジ邪魔。腐ったキノコ大量発生。行くぜ。ちょ、キノコ、危ない。危ね。怖いよー。これで、ちょっと時間を稼いで、からの、あー、ついてこないで。よし。あー、無理すぎ。助けてだって時間かかるもん、こう、腐ったキノコ大量発生。ゴール自体はどうなんやろ、近いんかな、わからねえ。はい。オッケー。怖い。無理すぎる。来ないでください。よいしょ。いやー、ちょ、早く。あの子たちはこっちに来れないのね。よし。怖っ。あ、待って。だったの？キノコ？キノコですか？ゴー。はっ。よっ。はっ。そこ行くキノコよ。ちょ、待って、キノコが取れない。キノコ取れないとか超ピンチなんですけど。よし、オッケー。はっ。ふぅ。危険すぎる。ちょ、待って。普通にカロンやっつけたわ。さあ、早く。無理。早く。はっ。ふぅ、ここならとりあえず安全。はい。行くぜ。はい。ちょ、危ない。やだー。キノコだ。あこがキノコというのは分かった。腐ったキノコ大量発生。へい。
ほよっ。はい、キノコゲット。オッケー。からのー、よいしょ。はい、やめてくださーい。よいしょ。はい。てよっ。ほっ。さあ、行け、私。ほっ。この辺か？ちょっと下で待ち構えるのはやめてくれるかな。ああ、どんどん下に増えてく、怖っ。めっちゃ怖いやつ。はい、これで。おっと、怖いんですけど。で、とりあえず。はあ。やめてよ。ちょ。ああ あの音符ブロック邪魔。腐ったキノコ大量発生。いきます。こうなんかキノコに追いかけ回されよる分の、追いかけ回されよる分の時間がプラスされとるだけで、よいしょ。こう距離的には、短いんじゃなかろうかと思うんやけど、どうだろう。来ないでください。はい。はい。いやー、来るー来るー。はい。はい。そしてよっ。あー、来ないでほしい。非常に。来ないでー。あー、もうすぐそこやったんや、ゴール。あマリオタイム。ふぅ、ここまで2回も来とったのに、私。よし。あと2段階ぐらい？いやね。シャレじゃないよ、やね。はい、次は今のお願いはこんな感じです。じゃあ次はどんどん進め赤パワーブロック。赤パワーブロックを投げてどんどん進むコースを作ったぞい。 Y を押しながら横から触って持ち、 Y を離せば投げるぞい。物を持つ時の基本じゃろ。壊したいものに向かって投げつけい。仕掛け博士。それではよろしくです。いきます。どんどん進め赤パワーブロック。これいつも私パワーブロックって読むんやけど、パワーブロックでいいんかな。と今冷静に思った。と、はい。ここに飛び移ることは。あ、ちょっと待って。止まりたいんです、私。よちょ、はい、OK。で、待って。はい。キノコやキノコ。ちょ、待って。お、はい。あれ？これさ、あ、崩せるわ。普通に崩せるわ。あれ？しかし今の、あ、おお、いいね。ちょっと待って。しかし微妙に残ってる敵。ちょっと待って、やめていただきたいわ、それ。おー、いい感じ。沈んでった、コイン。え、コインが沈みました。あー、助けてー。ふぅ、危ねー。さあ、これは、あ、そこの土管に入れるようになったんか。よし。おー、パックンだらけですが。あ、そこの、おー、すげえ。ちょ、待って、消えるところやった、危ね。これでオッケーってことだね。ぶつかってしまった。おー、なるほど、そういう感じ。いいね。よっ。あ、中間。
そしてキノコ欲しい。ちょっと待ってね。よいしょ。はミス。あ、また出てきた。生まれてきた。やったー、キノコ。こういう感じか。うん、いいと思う。あのちょっと微妙な、あれはさ、これをぶつけるってことじゃないですよね、きっと。よいしょ。お、お、そういうこと。もういらんやんこれ。あ、でも上に行くためにはいるんか。そういうことか。あ、しかも時間がある。待って、あ、ここにもなんかびっくり。びっくり。あれがあるんやけど、ちょっと待って。はい。あ、ここもあれか。あ、助けてー、助けてー。あの、出られないです。早く消えてください。出られないんで、早く消えてください。つら。よいしょ。上から、間違えた。よいしょ。これで、はい、これで、ふう、危なかった。あー、待って。あー、まさかもう沈んだ。なんてこったい。どんどん進め、赤パワーブロック。ちょっと待って。なんだ、どこからやればいいんだろう。あ、キノコで、キノコはいいんだけど、あ、こうか。普通に行けたわ。普通に行けたわ。ミス。怖っ。よし。これで、あと、上がって、あ、そっか、これはこれでいいのか。あ、ちょ待って、パワーブロックなくなった、普通に。あ、この復活せんのや。めっちゃ一番下になった、つら。はい、これであと2段階かな。あ、違う、あと1段階や。やった。90% まで来たよ。さあ、ということで、今のお願いはこんな感じです。靴と雲の王国。お空に罠を敷き詰めたぞ。あとは、ゴールできるか試すだけ。でも時間がないや。なので誰か代わりにゴールしてくれないかな。靴クリボーの靴を履いたらブラックパックの上を歩けることだし、お空やって可愛い。大空の感じに。てか、時間がないって何？休養ですか？靴と雲の王国。よし。キノコー。そして、は、靴もらってくね。いいよ。びっくりした。ちょっと待って、とりあえず10コイン取って。あ、怖い。潰されそう。はい。あ、潰される、潰される。さすがに、あの、靴を履いてても、潰されるのはダメだと思うから。ね、厳しいと思うから。よいしょ。お、これはドスに乗ってそのまんま。これ、入れるんじゃない？あれ？入れんかった。入れんかったよ。ああ、そっから靴クリボーが出てくるんか。ごめんね。いた。ちょ、待って。靴がなくなった。ちょっと待って。あの、靴が必要です、私。急遽。いやー、怖ー。
あ、危なっ。さあ、じゃあこれで、なんだ、ドッスンの上に乗ればいいんか。あ、乗れた。なるほど。靴クリボー。てか、靴を履けば、ドッスンの上でも、ブラックパックの上でも、靴じゃない。あの、雲まで削るの？ドッスンって。怖っ。恐ろしいやん。あ、削ってくれた。ありがとう。行きますね、私。はい。あんなに可愛い雲を。はい、中間。さあ、そして、これは、上に乗ればいいのか。よっ。てなんだあれ、ノコノコタワーが。は、届かねえぞ、おい。は。よし、できた。ちょ、待って。よし、オッケー。さ、これで。靴クリボーがなくなっちゃったんだけど、私。じゃあ、クリボー。そっか、ここにおったね。ふう、よかった。よいしょ、履いていきまーす。履いていきまーす。あ、痛い。脱げてしまった。ちょ、待って。はい、復活します、私。あれ、出てこいよ。はい。何度でも取っていく。これで、今度はあの上に乗るのか。痛い。あー、ちょっと一気になくなった。ヒールがなくなったんだけど。いや、でもやっぱり、靴は必要っすね。あのでっかいヒール欲しかったな。絶対強いやん。ヒールが強いの意味がわからんけど。いや、でも絶対強かったよね。くっそ欲しかったぜ。あ、時間がもう100秒切ってしまった。なにあれ、花ちゃん。痛い。待って、靴なくなった。やべえ、ワンワンや。あ、さあ、最後の最後。最後の最後、くそ、ちょっと待って、靴と雲の王国。Oh, yeah. ちょ、一気になんか、一気によろしくない感じになってきた気がするぞ。は。いきまーす。ワンアップとかでいいんかな。ワンアップとかでええんかな。履き替えよ、靴。よし。これやったら多分、ほら。ね、いけると思った。おー、これやったら、花ちゃんもやっつけれるんや。てか、なんであの花ちゃん怒ったの？まだ君踏んづけてないんだけど、私。ちょ、待って、助けて。無理。靴と雲の王国。でも、あっこででっかいヒールを取っとけば、だいぶ、楽になるっていうことが分かったので、あのヒールはやっぱり取っていこうと思うよ、私。よいしょ。ほっ。そして、普通に、気分が良い。これ成功するとめっちゃ気分いいよね。あ！ちょっとずれた。あぶねー。さて。キャーキャー、助けてー。おーほほほほほっていう。はい、ワンナップ。はい、ここで。よし、いいぞ。よし。よし、いけた。これ、このままいけるやろ。あ、飛んだ。めっちゃ飛んでた、今。飛べるんや。
これで本館の屋根完成したんじゃない？どや。はい、完成。やったね。本館の屋根完成。イエイ。あと 9%。またなんか震え出したんだけど、さらわれた誰か。完成しました。とりあえずこっちの報告聞いとこ。本館の屋根完成でーす。完璧なお城。マリオさん、歴史的瞬間を目の当たりにしてますよ。そういえば作業員がいないですね。みんなでトイレにでも行ってるんでしょうか。全員？まさかの全員？誰もおらん。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。この定期的にキノピオを救いに行く感じ。いやもうキノピオがね、ダメージを受けんかったらいいんやけど、当たんなよって思うもん、いつも。